というわけで、どうもリツです。はい、今回は Apple Watch ファーストインプレッションということで Apple Watch 開封していこうと思います。シリーズ5です。新型ですね、やっと届きました。皆さん、他の YouTuber は動画上げちゃってるんですけど、今日撮影日は9月23日ですね。もう昼過ぎてます。20日が発売だったんですけど、はい、というわけでやっていこうと思います。まず入ってるのはこちらです。アップルウォッチと説明書ですね。はい、でこれがライトニングの、あ、ちげえよ、iPhone の開封みたいになってる、ワイヤレス充電器ですね。後で開封します。で、これは iPhone と同じ、AC アダプターかな。で、こちら本体です。いきます。よっ、はい、こちら本体ですね。もうすでにフィルム貼りました。さっきもうね、大変だった、正直大変だったけど貼り終わりました。これも後でちょっとやります。はい、プロダクトレッドのバンド買いましたね。やばくない？この入れ方がもうね、すごい。っていうか何これ。お、すごい、バンド2つ入ってるんだ。 S と M、 こちらですね。見ますか？ S と SM と ML の方用に2つ入ってます。どうしようか。まあ腕細い方だから多分 SM でいきます。これどうやって取るの？スライドだ。はい、こんな感じです。うん、開いた。はい、でこれもスライドかな。これは、あ、何これ、なんか取れたんだけど、まあそんなことは置いといて、これも多分スライドだよね。 OK、 この M と L のバンドは置いときます。はい、プロダクトレッドです。これね、なんか結構ね、いい色してる。あ、あったあったあった、見えるかな、ピント来い、ピント。待って、オートフォーカスじゃない。よし、つけましょう。アップルウォッチこうつけるわけだから、このデジタルクラウンっていうのがあるんだけど、これを向きどうしよう。まあこう向きでいこうか。ちょっと見えにくいな。こう、さあつけてきます。これつけ方もわかんないんだけど、あ、つけ方は待って、書いてあるよね。はい、こんな感じです。正直かっこいい。電源つけてみますね。ここに電源ボタンとデジタルクラウンがあるんで、長押しで大丈夫かな。あ、来た、あ、来ました来ました来ました。 iPhone をね、なんか近づけてくださいって書いてあるんだけど、 iPhone 今照明に使ってました。なんかペアリング開始みたいなの出てきたから、ペアリング開始、接続する。 OK かな、これで大丈夫かな。 iPhone が最新ではありません。今すぐアップデートします。あ、アップデート画面行っちゃった。今からアップデートしないといけないのか。はい、アップデート終わりました。 iPhone を使用してこの Apple Watch を設定って書いてあるんで設定します。続ける。あ、来ました。 iPhone、 あ、じゃあ Apple Watch を装着してカメラに向けてください。はい、また出ました。よし、やっとできたのでね、今度こそ。おお、え、なんで iOS13 やばいね。いきます。来い、さすがに来てほしい。デバイスを下の、あ、来た来た来た。 Apple Watch のペアリングが完了しました。ちょっと喉が渇いたので水分補給しますね。やべ、これね、音がすごい。
打った時の音がね聞こえるかな。ほらこういう音だね。 OK 設定が終わりました。ちょっとマスクつけ忘れたんでつけてきます。よし設定が終わったんで、なんかね、ウォッチの準備ができました。開始をするにはデジタルクラウンを押しますって書いてあるんで押してみますね。お、来た。やばいやばいやばい。見えるかな。あ、来た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 。ほら、こんな感じです。今ちょっと設定してみました。はい、というわけで、細かい説明をしようと思います。Apple Watch シリーズ4とシリーズ5の比較ですね。まず、ディスプレイの表示領域は 759mm の表示領域となっております。で、シリーズ4、Apple Watch の厚みですね。シリーズ4が 10.7mm で、シリーズ5も同様に、10.7mm となっております。で、チップがまずシリーズ4から S4 の 64bit デュアルコアの、プロセッサが最大2倍速いと。で、シリーズ5は、S5 の 64bit デュアルコアのプロセッサが最大2倍速いと。で、光学式センサーが第2世代の光学式センサーとなっております。シリーズ4もシリーズ5も同じですね。電気心拍センサーも、シリーズ4と変わらないですね。で、今回追加されたのがコンパスですね。コンパスは、今までのモデルはなくて、シリーズ5から追加されたわけです。コンパスはまあ使うかって言われたらちょっと分かんないですけど、まあないよりはちょっとあった方がいいかなみたいな。で、点灯検知ですね。もし、まあ、この使ってる人がこけたなみたいな思ったら、Apple Watch が、知らせてくれるということになっておりますね。点灯検知、加速度センサーが最大32ギガとなっておりますね。で、シリーズ4もシリーズ5もスピーカーは 50% 大きい音量となっております。あのシリーズ3に比べてね、 50% 大きい音量となっております。で、容量が32ギガです。で、シリーズ3とちょっと比べることになるんですけど、この横にあるデジタルクラウンですね、これがあの触覚フィードバックを返すようになりました。だから、シリーズ3はあのこの普通にただくるくる回るだけだったんですけど、シリーズ4とシリーズ5はあのクリック感があるっていうかな、まあなんていうの、クリクリってなるんですよ。で、 Bluetooth がシリーズ3が、Bluetooth 4.2 で、シリーズ4とシリーズ5は Bluetooth 5.0 となっております。やばい、ちょっと息切れが。で、今回追加された、セラミックとチタニウムのケースが追加されましたね。はい、というわけで今回は簡単に説明したんですけど、また次、この動画の次の、動画でもっと細かいっていうか説明をしようかなと思ってるんで、まあよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。あ、この充電器ちょっと開封してみようか。いきます。何これ、はい、こんな感じですね。白くて、タブレットみたい。これね、もうね、こうなんかダサいっていうのは知ってたの。シリーズ4とかね、シリーズ3見てきたからね。まあダサいっていうか、まあ、なんかこのままだと取り回しがちょっと悪いっていうのは知ってたから、実はね、これ買ってきたんですよ。はい、アプローチの充電スタンドですね。ちょっとつけてきます。はい、取り付け完了しましたね。この裏にこうこんな感じで、ただつけるだけなんで本当数十秒でできましたね。でね、これね、多分パチってつくんだよね。いきます。もう最初からこの充電スタンド使っていくスタイルね。もうこの外した状態じゃないっていう。いきます。お、カチって言ったな。なるほど。おお、つくね。落ちないもんだって。ほら、振っても、あ、落ちたわ。振ったら落ちるから、振らないように充電しましょうね。こうやって置くだけで。はい。というわけで、充電スタンドも買って、
実はここにも見えてるんですけど、白いバンドも買いました。これはね、純正品じゃないです。さすがに純正品なんか5,000円ぐらいしたんで、ちょっと手が出せなかったんですけど、もうその辺の偽物買ってきました。ちょっとこれつけてみますね。はい、つけれました。ちょっとね、苦戦したんですけど、なんか普通にね、難しかった、つけるのが。これはすぐつけれるんだけど、なんかね、難しかったんだよ。はい、こんな感じです。白。今日、白が、服が紺色で、なんか、まあいい感じ。つけ方も多分一緒だから、当たり前だけど、シリコンのやつ買ったからね、もうつけれなかったわ。はい、こんな感じですね。どうどう、いいんじゃない？結構、ちょっと遠いよね。ごめんけど。はい、というわけでアップルウォッチ開封してみました。はい、じゃあバイバイ。